フェラーリ五500回には、スクーデリア・フェラーリーが1952年から1953年にかけて F1 世界選手権で使用したフォーミュラニカーである。社名の500はエンジン1気筒あたりのシリンダー溶石 500cc を表す。2年間にわたり圧倒的な成績を収め、アルベルト・アスカリが2年連続ドライバーズチャンピオンに輝いた。 1952年の F1 世界選手権は、参加台数不足の懸念からエンジン排気量 2000cc の F2 規定のマシンで争われることになった。フェラーリは、すでに V12 エンジンの166回2と212回2を保有しており優位な立場にあったが、アウレリオランプレディは、新設計の直列4気筒エンジンを開発した。競技車を含めて、フェラーリが、 V12 以外のエンジンレイアウトを採用した初のケースとなった。500回には革新的ではないが手堅く実践的に設計された。シンプルな構造のエンジンは低重心で中速域のトルクに優れた。車重は軽く操縦性の優れたバランスの良いマシンとなった。世界選手権以外のレースも含め、1952年から1953年に、 かけて33戦出走して30勝。延べ109回出走して81回完走。リタイアは18回のみだった。マシンは優れていたが、強力なライバルが不在だったことも関係していた。1953年の最終戦には、排気量を 1997cc に上げた553回2を試験的に投入。 1954年から再び F1 規定の世界選手権となると 2500cc にまで拡大した625回1と553回1を使用した。500回2の操縦席 AB ダグない1950から1999グランプリカーオブザイヤー F1 クラブ第29号二発車、2000年3月46ページ。 フェラーリドットコムオールモデルズ500回にスモールスティーブザギネスコンプリートグランプリフーズフーギネスピアニッシモ37 1356 179 355 378アンド388 ISBN 0851127029ありがとうございます